有通神社は、大阪府泉佐野市長崎にある神社、有通明神とも呼ばれる、大国主名を祀る。元は、現在地より約1キロメートル北方に鎮座していた。熊野街道に沿って、広大な神域を有していたが、佐野陸軍飛行場建設のため、昭和19年に現在地へ潜座。規模も縮小された。移転前の旧神域の一角には、 ありつ神社との石碑が建てられている。平成27年に本殿、平殿、舞殿など11件が国の登録有形文化財に登録された。地域住民向けに絵手紙、着付けなどの教室活動を積極的に行っており、脳のありつが縁で平成24年から子供農学教室、また平成26年からは毎年9月に 地元有志の手によって、毎度のでの農学法の行事、ありと星、滝技能を継続して行い、第1回と第5回には能、ありつが演じられた。きつらゆきかりの神社で、神社の中には、きつらゆきの像と石碑が立つ。昔、きつらゆきが木の国から引き上げる道中うっかりと、あり明神の神域に牙のまま乗り込んだため、 急に馬が倒れてしまうという神罰を受ける。神の怒りを悟った貫之はとっさに、かきくもりあやめも知らぬおほさらにあり通しをば、思うべしやわというのが、表の意味。もう一つは、あり通う明人とは、つゆ知らず、それゆえ怒りを買ったことを謝罪する意味と読み、神は心を和らげて、馬を復活させたという。後に、世阿弥がこの古事を素材に、農曲、 あり通を作曲したため有名になり、笠森汚染を描いた鈴木春信の浮世絵、宇宙よるも腕としても取り上げられている社殿によれば、第9代の開花天皇の行刊上により、弥生時代中期にあたる紀元93年に、五穀宝上、国土開発を祈る目的で祀られたのが始まりである。当時は、歌詞井川水域上流の大井跡神社と、日の神と、 根の神の体の神社としてひね里と呼び習わされており、現在も旧ひね僧の住人に二者の二重事故が存在する。有り通りの名の書室は、キツラユキ州、第十、雑部に、キツラユキが、馬の急病に際して、これは、ここに今失つる神の下もうならん、祈り申したまいよと。と考えて、神の名を問うと、おそらく地元の住人が、有りど奉仕神と答えている。 しかし、中世以前の資料の表記は、有う通り紙が主であり、あり通の字は、後の時代に、一般的になった。ありと、ありの奉仕紙二円が生まれるのは、時代がやや下り清少納言が、枕の創始の中で、講師説話として、塔度より、七曲りの玉に糸を通す手段の難題を、吹きかけられた帝に、老夫の知恵を借りた中将が、ありに糸を結び玉の中を通らせる方法を、 創造した物語を紹介しており、これが、アリド、法師の神の由来としている。また、平安末には、アリの熊の参りと、揶揄されるほど、熊の参りが盛んとなり、道中で九十九王子参拝のため必ずアリ、通神社の門前を通ることから、アリの字の印象が強くなったという説もある。アリ通神社の在所である長田紀荘は、平安期を通じて、 藤原氏の管理する所領であったが、天福年間に九条同家が泉に下って、以来、佐野港を管理し長崎層の月食を兼ねた、藤原家支流のひね家と隣接のひね層を管理する、藤原市支流の九条家との長崎層をめぐる争いが、勃発した。昭和5年に、荘園の区域を定めるため作成された、ひねの村絵図には、穴神社が長崎層の中心として明記されている。 遠徳元年に、鎌倉幕府の認可を得て、山内房明が、長田紀荘の横領となり、実質の支配者となった。永正六年には、長田紀荘を管轄する根頃寺から山内信紗だが、長田紀荘総文大官及び有通明神、大遺跡明神の木代を正式に任命されるに至った。有通神社は14村からなる、豊かで広大な、 長崎僧のようとして12,819.5坪に及ぶ広大な社域を誇った。しかし、天正4年に、織田信長が、石山本願寺を攻撃すると、本願寺と提携していた根頃寺の勢力下にある、領地も、天正5年の2月から3月までおよそ1月に、及ぶ猛攻を受けあり通神社も、本殿を焼かれた。高知2年に、泉の根頃寺勢力は、 織田軍により壊滅した。その後、秀吉政権の元地域住民の手によって、最高、境内に寄進された石道楼には、慶長12年に、豊臣秀頼が摂取となった、慶長石道楼が残る。しかし、現那元年大阪夏の人化シーンの戦いで、佐野川での決戦が不利とみて、有通社域の森まで交代、豊臣方の牙を封じ火を放った朝の方により、 再び社殿が消失する。豊臣氏は滅亡。万治三年岸和田藩市岡部仙勝が社殿、玉垣、鳥居、農部隊、北井河川の造営を命令、宮寺の混流、六端部の車両寄進、山内の武蔵田の次男である、当時の官主、木戸木助に、松台まで、あり通明人の祭祀を行うようにと御牧院を授与し、神社に隣接した官主宅の造成を、 藩の援助のもとを行わせた。木戸木助は、以降、岡部千勝の与えた、木戸貞春を名乗り、現代まで、木戸氏があり通神社の藩主を務めている。明治2年に、神仏分離の布告により、宮寺の総福院が取り壊される。ありがとうございます。